国に帰化したアイスホッケー選手ポジションンはディフェンスアジアリーグアイスホッケーのデミオンキラーホエールズに所属。2004年のエントリードラフトでエドモントン・ウイラーズが5巡目に指名した。ヤングはオンタリオホッケーリーグのピーター・ボロピーツで4年間プレーし186試合に出場した。彼は攻撃的な役割では知られておらず。 在籍中の総得点はわずか30点であった。その代わり、張り付き型の堅固なディフェンス選手としてみなされていた。ヤングは2006 0 7シーズンからアメリカンホッケーリーグのミルホーキーアドミラルズでプレーを始めたが、オイラーズが2軍チームを保持していなかったため、まもなくイーストコーストホッケーリーグのストックトンサンダーに送られた。その後、ウィルケスバレ、 スクラントンペンギンズの枠に余裕があったことから彼はそこへ移った。ヤングは負傷を頻発したことから2007年3月にエドモントンオイラーズに呼び戻された。2007-08シーズン、ヤングはオイラーズと新たに提携したアメリカンホッケーリーグのスプリングフィールド・ファルコンズでプレーした。2010年6月フリーエージェントとなったヤングは アジアリーグアイスホッケーの配置と一年契約を結んだ。2014年1月21日、ヤングは韓国国籍を取得。ありがとうございます。